家庭内発掘カメラ化キャノンオートボーイッシュオートボーイ3クォーツデートでございます。ナビゲーター文雄くんです。はい、行きましょう。うよー、はい、さあ、今日はまたですね、家庭内発掘でございますが、これは新しく入ってきたカメラでございますね。お、新着というだけかもわかりませんね。新入りですか。新入りでございます。今画面に出てると思いますが、どんなカメラなんでしょうか。はい、キャノンのですねオートボーイの、これね3でございまして、オートボーイ3クォーツデート3っていうかな、そんなんでございますね、今見て思っておりますが、これがですね、まあ、これはあの YouTube の動画見てる方だけですからね。あ、なるほど、ラジオ聞いてある方はあの動画見えないんで。はい、わかりました、動画なしの方向でいきましょう。行きましょうね。はい、はい、キャノンオートボーイ3クォーツデートでございますね、最近オートボーイ。そうなんですよね。先週も S2 という S2 でしたね。カメラの前はテレ6でしたかね。まあまあ割とあのその前の前ぐらいになるかも分かりませんけども、なぜかあこの新着もんではこのオートボーイが結構手に入ってるわけですよね、はい。まあ、それよりも、それ何よりもよう入ってきてますね、うちに。オートボーイ以外にも、そうなんですよ。なんでですか、最近よう買ってはるんですか。いや、買ってるっていうのはなんか出物があるというんですかね、まあ、今、話題にしてます今日のオートボーイ3クォーツデートでございますけども、はい、これがですね、出ましたのがですね、発売されましたのは、はい、昭和61年なんですよね。1986年の6月ということでございますね、はいはいはい。この時に出たのが、まあ、オートボーイシリーズの中のキャノンオートボーイ3クォーツデートというやつでございまして、これクォーツデートについてないのもあるんですけども、裏側にあのクォーツデートがありますのがちょっと値段が高いんですよね。クォーツデートっていうのは、はい、撮影日時が、はい、カメラにプリントされるということですか。それがまああのこの前もうこの辺はあのクォーツ中がクォーツあのなんていうか、その高い条件になってたわけですよね。なるほど。時計でも、まあ、手巻きの時計とかオートマチックの時計よりもクォーツの時計が良かったっていうか、針がチッ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 と細かく進むじゃなしんですね、はいはい、1秒ずつパンパンパンと飛ぶようなのが高級やと言われたんですよね。なるほどなるほど、まああのまあ、出たての頃やったんかな、まあ、クォーツが。そうでしょうね、割と出てから間もなくやったんやと思いますけども、今やったらどっちかやったら機械物の方が ね、もちろんそうね、カメラは価値があるような気がしますけど。そうですね、もちろんそうです。カメラもそうですし、時計でもそうですよね。時計もね、あのまあ、ただあの成功者がこんなん作ったということで、日本の時計がやっぱり、まあ、世界を超えたという、世界一流になれたというのもこのクォーツのおかげやったとも言われておりますね。まあ、ただそれはあの長続きせずにですね、今はもう高額時計はいずれにしましても手巻きとか自動巻きのオートマチックのですね、まあ、スイスモンがトップ走ってますもんね、はい。その辺のところは、まあ、あのこれから日本はクォーツができたということで成功も、まあ、シーズンもそうですし、他のメーカーもそうやったんですけども、あのいわゆる手作りの業あの職業の人職人さんをですね、はいはい、まああのあんまり要請しなかったっていうんですか、ダメにしてしまった結果ですね、今の世界 の、はい、あの潮流から遅れてしまいましたね。なるほどなるほど。まあ、そういうところ非常に日本のまずいところでね、一旦バーッと走ってしまうんですよね。あーねー、何でも古いもん新しいもんにするのは早いんですけど、はいはい、残すんはダメですね、日本人は。今でもそんな感じはしますけど ね、うん、ね、世の中の流れ見てたら、はいはい。まあ、あのその点は比較的まあうまくやってるのがトヨタ自動車言われてますもんね。 あれはまあ古いのも残しながら新しいのも作っていくっていうのは、まあやっぱりトヨタが一流企業と言われるところはそうやと思いますけどね、そうでないところというのはほんまにもブームに乗って、そうですね、社長ならその社長が一気務めるうちに業績上げればあとはどうなってもいいというような、そうそうそう、そういうようなまあ経営者のアホな経営者が多いわけですよ。なくなったもんは戻りませんよ。戻りません。まず戻りません。そうですね、それ皆さん考えましょう。はい、それは本当にいろんな意味で政治家もそうですし、そうですそうです、ね、むやむやたらと物を楽していくということは考えもんでもない、ね、儲けれるからだけね、あのお金が儲かるからだけでダメですよ、ですね、この場合、まあ、わざわざクォーツデートっていうのがありまして、はい、値段もかなり違いますよね、うん、クォーツデート付きの方がですね、はい、この場合44,800円してるわけですよね。でクォーツデートがないやつがですね、はい、39,800円ということで、うん、この裏にちょっとその写し込みのクォーツデートがついてるだけでこんだけ値段が違うというね、うん、まあ、かなりそのクォーツデートということでキャノン
野さんも儲けはったっ、まあ、名前をね入れてるだけすごいですよね、うん、そうなんです。今やったら当たり前ですけどね、こんな日付変えるなんて、ね、そう当時はかなり画期的なことやったんでしょうか。しかもコーツでね、まあ言いましたらキャノン あのいわゆるあの一番最初、まあ、これのちょっと前の話ですけども、はい、世界で初めて日付が入ったっていうやつは、コーツでたのでも何でもなかったんですよ。中に小さい電球が入ってましたよね。ほうその電球を照らすことによってフィルムのですね、電気の力でフィルムに焼き付けてたというような、はい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 、原始的なやり方で、うん、だから下手してあんまり早く巻き上げたりしますとね、うん、スーッと後を引いたりしましてねいうようなこともあったんですよ。それがまあもうほんのつい先の技術だったんですね。それがまあこういう格好で交通デートになって、まあ、デジタル化が進んでですね、はいはい、まあ日付だけと違ってハッピーバースデーとかそんなまで入るようになったとか、いろいろと、まあ、改良はされるわけです ね。しかしまあ本質的なことは何も変わってないんですけども、はいはいはい、まあそういうとこに我々も乗りやすかったし、そう、ね、メーカーも乗せやすかったし、はい、まあ、そういうことについて何の、まあ、別に悪いことしたわけじゃないですけども、そう疑問もなしについていってたというのがね、日本のまあそういうような人の経済成長の秘密でもあったのかもしれませんね。ぼちぼちまあそういうところから外れていきましてですね、はい、もう少し落ち着いてあのやっていかなあかんなという気はいたします。要はこ の, あのオートボイ、3、はい、コースデートというカメラが僕も持ってなかったんですよ。ほう別に意識的に、うん、キャノンオートボーイばっかり集めてるわけではないんですけども、うんうんうん、やっぱりあのキャノンっていうのはよう売ってるんですよね。よう売ってるからやっぱり中古市場でもよう出てますね、はい、でそれとやっぱりね不思議なことですけどね、はい、まあ、ニコンはこういうタイプのカメラ少なかったから、うん、あんまり出ないんですけども、はい、まあ、ミノルタとかアサヒペンタックスとかもよう出るんですけども、うん、なぜかしら、これは不思議なことなんですよね。ほう。なぜこんなこと僕が言うとですね、はい、あのキヤノンのこの程度のカメラ、はい、あのペンタックスのこの程度のカメラ、はい、ミノルタのこの程度のカメラ、うん、オリンパスのこの程度のカメラあるんですけども、はい、やっぱり使い方というのか、うん、これはそれしか僕は言いようがないんやけども、はい、キヤノンのこの程度のカメラが、うん、あのいわば綺麗な状態に残ってますね。でミノルタペンタックスオリンパスというのはかなり汚い状態になってますよね。なんででしょうかね。わからない。それは作り方が、はい、実際に良くなかったのか、うん、あるいはまあ使ってる人が割とまあキャノンを大事にしたのか、うん、その辺わからないんですよね。それか数が多いから、うん、そのちょっと新品に近いやつがまだ残ってるとか。ああそれはないか。それはちょっと売れへんで残ってるとか。いやそれやったらミノルタとか方が売れんかったと思うんですよね。キャノンはまあ、商売上手ですからね、うん、きっと売り切ったと思うんですけどね、うん、あのなぜか知らんけどもこれもあのデータ取ってないから、うん、それこそあの今和次郎さんみたいにデータ取ってないからはっきり言えませんけど今和次郎さん この後出てきます、出ます。これはまたものすごいおっさんですねもうほんまにびっくりした。僕もちょっと舌巻きましたけどね、そんな人がいるんですか。うんうん、まあそういうもんじゃないですか。適当に、まあ、感情的に僕話してるんですけども、はい、このいわゆる中古市場を見ておりましてもですね、うん、なんかまだこの同じ程度の値段で同じ程度にできたもんでは、キャノンのカメラがまあ一番綺麗やな。なるほど。あるいはまた、こう綺麗に、あ、まあ、汚いのんでも、はい、ちゃんとこう私の、で、あの開発しましたって方がいいけども、うん、ティッシュを使う磨き方ですけども、はい、磨いても、うん、キャノンのカメラの方が、うん、綺麗になりますね、うん。その辺ほんまに大阪のメーカーでミノルタも僕大好きなメーカーやし、うん、オリンパスもペンタックスも大好きなんですけども、はい、なんかあのちょっとその辺が違うなという。これはまあ買った人の気質なのか、うん、あるいはそのカメラ自身の作りなのか、どっちでしょうかね、ということを聞きますね、はい。まあ、同じような話がねちょっとカメラから飛びますけども、はい、車なんかでもね、ほうほうほう、僕知ってる人で、はい、車のシートを作ってる人があるわけですよね。あ、なるほどなるほど。でその人らに聞くと、はい、やっぱりね、はい、トヨタのシートと他の会社のシートは違う言ってますね。注文も違うし、作り方も違うし、金もかけてるのも違うという、うん、まあ、あのトヨタだけと違ってもっとヨーロッパのメーカーのことは分かりませんけどね、うん、やっぱりそういう意味で言うと、あ、なるほど、そういうもんなのかと、うん、やっぱり値段が高いとか、まあ、いわゆるメーカー品とかいうのは、はい、そんなところが違うのか分かりませんね。値段は正直かもね。正直かもしれません、ね、だからまあそういう意味で言いますと、やっぱり、キャノンというのは、ね、いろいろ言われてるけども、やっぱこれも一流メーカーなのかいなというような気もします。ヨーロッパの人はキャノン大好きやもんね。まあそれヨーロッパはもうほぼキャノンやろ持ってんのって言ったら、ね、まあ、あのニコンも好きですけども、ニコンはさ俺よ、うん、あんま見いひんな、うん、さっきのね、ヨーロッパっていう意味では、ね、日本に来るヨーロッパ人ほとんどキャノンやで、うんうんうん、でそれは一つのね、はい、メイドインジャパンってこともあるわけですよね。キャノンがね、キャノンがね、うん、まあもちろんあのそうでこの程度になりますとメイドインジャパンでないのもありますし、はいはいはい、この前一遍面白かったもんね、台湾のキャノンと、うん、日本のキャノンと同じオートボーイの位置が、そうそうそう、ちょうたもね、台湾キャノンのやつは
はい、ネジが全然黒く塗ってなかった。そう、ね、細部がちょっと弱いんやね。弱いよね、あれ不思議やね、はい、レンズとかはまあ多分こっちから持って行って向こうで組み立ててるから、うん、まあそんなことはないんやろうけども、うんうんうん、そこらがまあ台湾の人なんかだからね、うん、あの僕らが台湾行ってる時なんかでもね、バイクと日本 の,、はい、あのバイク、日本のバイクの原譜文に書きましたね。原譜って元という字に封印の封とか書くんかな、なんか何でしょうかね、うん、日本で全部作ってるのが原譜文っていう、それとやっぱり台湾の、うん、あーユーロンっていうかな、そういう、はいはい、あの会社で作ってるのとは同じ本だやけども違う言うてね、なぜこんなこと言うんかいなと思ってたんですけども、確かにこの前その証拠の一つ見たみたいのが、そうですね、同じカメラでもオートボイ1でしたね。違うかったもんね、細部が違うかった、うん、特にネジが違いね、ネジの色がね、うん、色も違ってネジが塗装できてなかった。そうやっぱあれはそういうことかいなと思ってですね。だから同じ商品で値段の安いの高いのがあったら、まあどっちに飛びつくかってことですよ ね、まあ、そうですね、新品でね。そうですね、まあ、同じモデルだったらいいんですけどね。まあそうですね、もしかしたらメイドインジャパンとメイドインなんとか違うんちゃうかって、そういうことを疑ってみた方がいいかもしれないですね。かもしれませんね。まあそれ僕はそんなあんまり疑ってなかったんやけど、この前たまたま、まあ、てっぺがそのネジのこと言い出してですね、はい、同じ、あのオートボーイの位置のあまりにもっていうか、まあ、細かいとこやけど違いがあったのにはちょっとびっくりしましたね。だから、その辺のとこがあるから、やっぱり海外から来た人は、はい、やっぱりメイドインジャパンにこだわってくれてはるんかいなという気もしましたね。まあその辺はまあいろいろ中古市で、カメラをじっくり見てますとですね、いろんなことを感じるわけですよね。さあこのキャノンオートボーイの、はい、3ですよね、はい、スーパーコーツデートっていうんですけども、はい、これがどんなカメラなのかな、はい、どんなカメラっていうことですね。ちょっと、うん、まあ、まず一番は、はい、クォーツで何してるんですかね、はい、あのクォーツというのはこのデートのこの部分がクォーツの時計やということですよ。だからまあ正確やということで、うん、まあクォーツという名前が出てるんだと思いますけども、このカメラはですね、どこでまあ手に入れたかということも話してなきませんね、はい、これがですね、いつもの通りのまた僕、まあ、多分新大阪のそうなんです位置なんですよね。チャリティフリーマーケット、チャリティフリーマーケットやっとですよね、おそらくね、うん、そこしかまずないですね。5月の4日に手に入れたんですよね。5月の4日に手に入れまして、はい、で、これが値段がですね、はい、これ50円やったんです。50円ですか、はい、100円でお釣りが来ますね、そうなんですよね。これね、やってみましょうか、はいはいはい、前のこの、まあ、あの独特のこのキャノンオートボーイのスタイルなんですこれ。握りがこうちょっとついてバナナみたいな、上から見たらね、カッコになってまして、はいはいはい、割とビニガーで、うん、持ちやすい、これも、まあ、オートボーイの人と特徴ですよね、はい、でここに、まあ、よう似たカメラで、この前紹介しましたね、これは100件やったんかな、これ100件やったと思うんですけども、ちょっと値段をボケてますって覚えてませんけど、これはですね、同じようなカメラで、はい、同じような時期にできたんですけど、オートボーイのテレ6というカメラなんですよね。このテレ6というカメラと、まあ、今画面見てる人は分かると思いますけども、はい、同じような出来でやっぱりバナナのようにちょっと先は曲がってですね、持ちやすく、上から見たらですね、持ちやすくなってまして、で、シャッターボタンが赤なんですよね。これが特徴ですね、両方ともね、テレ6もこのオートボーイ3も同じ時代にできたもんで、典型的なキャノンのオートボーイのスタイルをしてるんですけども、はい、まあ、今日はこのテレ6もまた時間が足らしますけども、いっぺんやってますのでこれ置いといて、オートボーイ3に行きましょうね、はい、でこれが、50円やったんですよね、うん、これ普通そこの店っていうのはね、うん、こういうような、まあ、くずぼんというんですか、私だったら宝物なんですけども、はい、こういうもんちは全て大体100件なんです、その店は。そういう位置のね、お姉ちゃんがやってる店でね、うん、非常になんちゅうか気持ちのお姉ちゃんで、はい、まあ年にしたら50ぐらいの人かな50でお姉ちゃん、まあまあ私にしてたら、ね、僕は70歳ですからね、お姉ちゃんになるわけですよね、はい、そういう人がやってはる、まあ、店で、はい、よく買ってるんですよね。僕も顔も覚えてくれはりましてね、でいつも、まあ、先ほどのあのリコーのキャディっていうのがありましたね、はいはい、ちょっと前にありました、あれもあこで100件で買ったんです。人が握っとったんけども、あまりにもケースが汚かった、もうピャッと置いたのをスッと僕が握ったというね、吉田さんがなんか本脱線言ってはりましたけども、ね、そんなことがもう一応ようあるんですけども、はい、その店で、まあ、僕も100件払うかやと思ったんやけども、はい、あまりに汚かったんでね、これ皆さんに見せるまで置いとくも気色悪が汚かったんで捨てたんですけどね、このケースがあったんですよ。そのケースがもう白くもうボロボロになってましてね、もう随所からな白髪が生えたみたいな汚いケースやったんですよね。でこれあん
まり汚いなと思ってね、はい、姉ちゃんがいくらやで100件言うたからね、うん、姉ちゃんこれ汚すぎるね50円に負けときいいな言うて言うたんですよね。なその姉ちゃんがいやそれは内容やからね、うん、ケースはもうないもんと考えてくれてさ、これついたるからないもんと考えるのおかしいやろということでまあ向こうが譲ってくれましてね、まあ、いつもこうやってもらってますので、今回は50円で結構です言わって、それでそのボロボロになったまあちょっとこれで見せたら迫力あったんでしょうけども、うん、ちょっと捨ててしまいましたんですけどそのケースがついとったんですよね。でそれで中を見てみましたら、まあ、意外とパッと見たところであこれはいけるなっていう感じだったんですよね。でそれでまあ買ったんですけども、はい、まずこのレンズをですね、はい、があの蓋がしてるんですよね、うん、でこれ開け方ですけども、はい、押すボタンがあってこれをちょっと押しますとこんな音がするんです。あなるほど、もう一遍しましょうか、はい、一回閉めて、はい、閉めましょう。非常に原始的ですよ。もうなんかそのいわゆるバネで開くだけです。よろしいですか。はい、なんかこうパチンとね、なかなか気持ちいい音は、気持ちいい音です。非常にもう電気で開くんちゃいますからね、バネがもうついてバネをその止めてあるのを外すとパチンと開くと。なるほど。で閉めるんはですねこれをただ下にこう押したらこの終わり。でもっぺんこれこう開くんですよね。でこれで別にねスイッチが入るわけじゃないんです。スイッチは別のところにありましてそれを入れるんですけども、はいはい、要はこんな格好で、はい、まあ、あの電源が入ってです。あこれがスイッチでした、これはこれがスイッチでした。アテレシックスと違いましたね。あそうですか、はい、でレンズカバーがもうスイッチになってるんですか。レンズカバースイッチになってるんですよね。でふっと見たらですね、はい、後ろにこのフィルムの確認窓っていうのがあるわけですよね。今後ろですけども、はいはい、このフィルムの確認窓にです、ね、コニカのフィルムの入ってるのが分かったんですよね。あ小持ちやということでね。うん、あ小町ならまた、まあ、皆さんもひょっとしたらどんな写真なのか見たいやろし、うん、まあ、50円やったらええわ思って、はい、限度台に560円いるんですけども、うん、持って帰ったんですよね、はいはい、で数枚写したらねそれがなくなってね、うん、だから今回はまるっきり皿のフィルムじゃなかったんです。この前のスーパー2は皿のフィルム入ったでしょ。皿のフィルム写したら結局何も写ってなかった、うんうん、写ってたんですけども、うん、もう10年も20年も前のフィルムやから風邪ひいてたんですよね、うん、そのスーパー2よりもこれは古いカメラでしたから、はい、まあ多分ダメやろなと思ったんですけど一応全部写してみたんですよね。ほんならですねどんな写真写ってました。これがその現像でね560円払ったんですけどこのああそはい、あなるほど、この中に入ってるコニカのフィルムでした。はいはい、ちゃんと開けましょうね。でそれで中は、はい、まあ、写真屋さんに言わせたらどこにナンバーが売ってるわからんので、はい、あのケースに入れることができない。あ、まああのまあ、これもねバンバさん映ってなかったかな言うてね、うん、おっちゃんにもえらい喜ばれたんですけど、あそれでフィルムケースに入れて丸まって入ってるわけですか。それでこれがね、はい、こんなんでさ36枚撮りのね、はい、コニカのね、はい、400のフィルムが入ってました。あでよう見たらね、はい、なんかねあの花が写ってるんですよ。あのいわゆるなんちゅうか未生流とかなんかそういうようないけばなですか。いけばな写ってるんですよね。でこれがよう見たらなんかぼやーっと写ってるんですけどね、はい、これはまあこれも現像してもしゃあないなという格好で、 あとの 2,3 枚に僕がですね、はい、試みによっちゃん写したやつがよっちゃんが似たと笑ってるのがあるような気がするぐらいのところですよ。ということはもうフィルム自体も風邪ひいてるんです。うーんなるほどね。だからもうちょっと早くすぐたったらね、うん、この花の写ってた、うん、いけばらの師匠かなんか分かりませんが、うん、その人が写したやつは助かったんですけども、うん、まあ、大体さやけど面白いわな、この小持ちフィルムのフィルムが出るっていうのが、ああいうそのなんか市場のモレとかやね、うん、普通まあ中古カメラ店やったら1出す前にカメラ屋さんが検査するやろうけども、うん、もうフィルムを入れて使うようなやつがそのどういうルートか知らんけど一へ出てですね、そのルートが気になるな。気になりますね、これなかなか正規のルートなんかね、いやいやまあね分かんないですよね、うん、それは分かりません、どういう手を得て、うん、でね、まあ多分あのこの持ってた人が死んだかなんかでね、うん、もう使わないんだったしこんなカメラもしゃあないあってもしゃあないわということで、うん、出しはったんかもしれんなと僕はそういうもんの、うん、まあいろいろ考えられますよね。考えられますね。それも考えるのがこのまた中古市のおもろいところで、そう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 、普通のカメラ屋さんのあの、はい、ワンオンセールとちゃうとこですよね、うん、ただまあどんなもんが捕まらせるか分からん、捕まされるだって50円かな、うん、使わないところで大したことはないんやけども、ね、あのまあ普通だからカメラを本当にまともに使うという人とか、はい、なんかそういう価値を求めてる人が一部買うのやめた方がいいですよ ね、 そうですね。僕みたいにこういうようなアウトなんちゅうか物語ちゅうかストーリーが面白いとか、うん、まあ100件ぐらいやったらええわというようなものはそれで行ってですね、楽しんだらいいんですよね。でまあそれが入っとって 2,3 枚撮ったんですよね、はい、ただねこれね撮った言うてもねボタンを押してこのスイッチ入れてボタンを押してもね、はい、これがね全然あのボタンを押せなかったんですよ。ほうほうほう、これ今押したでしょ、はい、こんな音がするんで僕やりましょうか、はい、
お、まあ、大きな音するでしょ、うん、S2 がもうほとんど音しなかったんですね、うん、あるいはサイレント装置が入っとったね、はい、サイレントの装置が入っとったんですけども、うん、これがその、まあ、音がしなかった、うん、でどこにねフィルム電池が入るんかと思ったんですよね、うん、このカメラおもろいどこにも電池入れるとこないんですよ、どこ探しても、うん、ほんまやね、うん、どこにも。で裏のところにねこのチルトというね不思議な何かこう楕円形のですね、ほうほうほう、これ分からへんねん、何に使うんだこれ。それあれみたいね、はい、インクジェットプリンターのインクジェットインクのなんか蓋みたいな感じな。あ、そう、うん、僕そのインクジェットとかあんま分かってへんから。そうそう、うんうん、プリンターのインクのそうですか、なんか出るとこみたいな、うんうん、このチルトと書いてある、これは何や、はい、やっぱりまだ、まあ、そこではないと、うん、ここではないと。どこやったんですか。で結局ねこのネジが2つあったの、ここに。あ、ここにほら、あ、ネジ回し機か、珍しいな、うん、ネジでこれ外す、キャノンのカメラにしては外すんですよね。これ外して中を開けますと、はいはい、2CR というのかな、なるほど、こんなちょっとかまぼこみたいなね、うそういう電池が入るようになって手の入れて映るようになった。握るところに、うん、入ったんですね、蓋が、はい、握るところに入ったんですよね。握るところ蓋開けてポロッとやったらポロッと出てきたんですよね。でそれをまあ、そんなに新しいものじゃなかったんですけども、まあ、使いさせるのがあったから、はい、もうそれソニーのね、うん、その 2CR の電池だと入ってたんが立てとしたら、これ全然ボルトなかったんですよね、よっちゃんに測ってもうたら、うん、でもそれはもうほそかして処分して、うん、いやそれソニーってなんか不思議ですか、ソニー。不思議よ、こんなキャノンのなんでソニーが買い入ってるんかいな思って。あ、それは前使ってたりとか、うん、前なんでこのソニーが入ったっていうことはちょっと不思議やし、結構ソニーのああいうカメラ電アルカリのああいう電アルカリっていうか、うん、リチウムかあんなないんですよね、うん、あ、そうなん、意外と、へ、うん、だから不思議やな。普通はね、うん、マクセリアとかね、うん、パナソニックとか、うん、そんなのが多いので、キャノンならキャノンも使うはずやのに、うん、なんでソニーかいなと思って、まあ、少なくともだからああいうこれ多分最初キャノン入ってたと思うんですけども、うん、キャノンのその電池がなくなるぐらいは使ったんやなと思いますよ、うん、その次に今度ソニーを入れて、はい、もう長いことほっといたか、うん、あるいはもうなくなる直前まで行ってもう電池がないからもうええわ思って、うん、捨てたのか、まあそれは分かりませんけどね、うん、まあそれもいろいろ考えたら面白いんです、そういうところと電池の銘柄から見てもね、まあそんなところで、はい、電池を変えたらですね、はい、まあ、5時台から僕多分動かんと思ってたんですけどね、今もうこれ全く問題なく動いたんですよ、うん、でそれで何枚かこう撮ってるうちに、はい、自動巻き戻しで、はい、じゃあと巻き戻したんですよ、うん、こんなことが。フラッシュがきついな。ごめんね。その時代のカメラってすごいきついね、フラッシュが。うん、結構ね、きついし、多分これレンズもね、きれいな、もうカビも一つも入ってないからね、うん、多分これきれいに撮れると思います、撮ったら。まだ、一応これを現像してから、あとはまだ入れてないんですけどね。はい、まあ、そんな格好で、はい、まあ、このカメラが僕の、まあ、オートボーイの今まで欠落してたところに入ってきたという、ね、はい、なるほど、なるほど。ことやったんですよね。その人は面白い形してるな。そうかな。ボディが黒か。まあ、大体カメラって大体黒やで、高級なカメラは。あ、でボタンと、ええ、あとレンズの周りがちょっと赤いねんな、これはキャノンの特徴やね、ね、キャノンのレンズ、高級レンズにはそうそう今もそうですけども、うん、赤がついてますもんね、うん、でレンズの部分だけちょっと膨らんでんのかな、膨らんでるんですよね、四角いボディやけど、うんうん、こんにゃくみたいな四角いボディやけど、うん、先っぽだけはちょっ と、ね、お墓みたいな感じ、まあ、あれおちぼ口みたいなね、そう、古墳みたいな感じで膨らんでて、やっぱこれはこんだけの膨らみがないと、うん、やっぱ機構的に無理なんかもわからんね、レンズある程度だからボコッと出してしまうとポケットに入りにくいでしょ、うんうん、はい、これやったらスポット入るやんか、うん、 そのかいスポット落とすやけどね、うん、このテレ6もそんなんでちょこっと膨れてるもんね、うん、両方ともやっぱりこういう膨らまし方の方が当時のオートボーイの設計者はかっこいいと思ったんやろ ね、だからあんまりゴツゴツするよりもこういうぬめっとした感じの方が女の人も好きやというようなとこから出たんか分かりませんね、売れたんかなこれね、うん、どんやろね、その辺のところはどれ売れたかというようなことは、うん、まあ、これキャノンの、まあ、候補へ電話でもするかなんかすれば分かるんか分からんけども、うんうん、そこまではまあ今のところしてないんですけどね、なるほどなるほど、結構まあしかし値段の高いカメラで 44,800 円もしてたんで、それがまあね何べんも言いますけど50円でね、うん、でまあこれ試写はしてないけど多分ちゃんと映ると思います。もう30年ぐらい前のカメラになるのかな、昭和60何年でしたっけ、うん、昭和61年ですよね、61年ってこと1986年ですから、そうだ、まだ26年前か、14年やから26年前ですね、はい、まあそんなに古かないね、この辺のもんに、あれもしゃ持ってるもんに比べたら、ね、その16年の間で、うん、もう今はデジカメが前世紀っていう不思議な話やな、過去のもんやわね、その時代に誰がそれを想像したかっていうことですよ、ですね、今の時代を、ほんま、
中開けてみてもね、極めて綺麗ですね。あのレンズが特にカビもないし、これもね、メイドインジャパンですよ。まあ、この頃はやっぱり、あんまり海外で製造してなかったんでしょうね。それが、ほんま綺麗やね、中。うん、うん、別に中は何もブラシかけたわけでも何でもないですよね。綺麗になってますね。で、こう、まあ、蓋して、はい。で、このカメラでもう一つ僕分かってないのは、はい、このクォーツデータのところがですね、いろいろと、まあ、何種類かのデータの写り方があるんですよね、うん、でそんなんで、はい、分かってないのが一番端のところにフィルムの装填日確認中があるんです。あ、赤いボタンである、はいはいはい、これ何のためにこれがあるのか。あ、そうか、装填日確認ってずっと入れとる人がおったんちゃう、今回みたいに。あ、そうかもしれんね。で、何年前かっていうのは押してみたら出たんかもわからない、ね、かもしれんね。これ知らんと私は押さんともそのまま行ったけども。ああ、そういうことか。それ押したらよかったな。押したらよかったね。そしたらもしかしたら、まあ、電池がなくなってなかったら、うん、電池入れ替えて押したらよかったよね。あ、けど残ってるからクォーツの電池が。それわからんね、うん、まあ、そんなこといろいろ楽しみながらですね、はい、この、まあ、クォーツデートのこのカメラを、まあ、これから使ってみたいなと思っております。それともう一つだけあるのがね、はい、このテレ6というカメラありました。これは、はい、ハーフサイズと普通のサイズが、はい、共用できるカメラなんですけども、うんうんうん、これ前に市場で200件ぐらいで買ったと思うんですよね、うんうん、それの全くこの新品同様のものがですね、八乙女カメラさんに出てたんですよ。1800件しました。だいぶ高かったけどね。あ、綺麗ですね。綺麗やけどあんまり辛いやろ、200件もする。そうやな。そういうほどはね、うん、ただまあちょっとなんとなく作りが違うような感じがするんですよね。あ、まあ、それは値段の差ってやつですかね、うん、そうでしょうね、うん、これはまあ、ハーフサイズとフルサイズが切り替えられるって大変珍しいカメラですよね。画期的なカメラ、まあ、2台持ってるつもりですよね。なるほどね。まあ、そんなとこで、はい、ご自演で、もう1週間ほど、あるいはもっと楽しめるという ね、そういうような、素晴らしい、まあ、妙な趣味でございますけど、はい、皆さんもよければ楽しんでもらいたいと思います、はい。